前髪ね、多分伸びたと思う。この間だって切ったばっかだったのに、まだ伸びてる。こんばんは。そう、スマホとスマホスタンドの影、これミサンガとメッセージ、お疲れさん、ありがとう。あ、関東が雷やばいのか。雷か、怖いよね。こんばんは、今日も可愛いよ、ありがとう。ちょっと声がね、いつもと違うの、ごめんね。今日も可愛いぞ、ありがとう。めっちゃ怖いのか。こんばんは、こんばんは。こう、怖いか。どうしようね、怖い時は。どうしよう。地震もあったね、怖いね。どうしようね。イヤホンつけてももちゃんの配信見てたら大丈夫だよ。夕ご飯はそれも食べる時間がなくて、今日クロワッサン2個しか食べてないんよ。忙しくて食べれんかったんよ。だから配信が始まる10分前に片揚げポテトだけを見つけて、片揚げポテトさんをちょっと10分間食べてみたいな感じかな。こんばんは、こんばんは。雷だからおへそ。ママのとこは鳴ってないから大丈夫だよ。メッセージカードとか七並べもしてて、あとはメールとか全部含めてたらもう終わらないというか、時間がなくて、あんまり今日は。こんばんは、こんばんは。七並べ大戦ありがとうありがとう。こんばんは。雷の歌、押し入れに入る。雷そんな怖くない怖いけど耳を塞ぐ感じではないかもしれない。だから最近あのめっちゃでかい雷に遭遇したことがないから。忙しかった。後ろの影、どうやって思いのほか、もーちゃんが七鍋うまくなってた。そう、うまくなってた、ちょっとだけ。さっきまで5日連続3万歩達成させるために歩いてた。すごいね健康にいいね。じゃーん。待ってね、メッセージが来る。めっちゃ夕方は大変ありがとう。いえいえ、そのチャンシャップに合うピースもーちゃんと遭遇中、3人私スタンプに夢中で七並べ集中できそれな結構ももできてない。照明は前らへん、向こう。今日はおもちゃを見習った勉強してたよ。おお偉いね。七
私ならば時間制止止まるならマちゃんどこ会えないか。会えるよ、会えるんだ、会えるよ。まちゃんが死なべしている時間帯は学習してました。そうなのか、お昼のね、いいよね。七並べわざわざ時間ずらしてくれてありがとう。いえいえ、今日は秒数でやってる。もーちゃん秒数はスマホのアプリで電波時計のあのやつを見て21秒でポンって押しました。全然もーちゃんと対戦できない。でもね、今日やってもーちゃん対戦できた。ありがとう、会えるよ。いつもメールで元気もらってます、ありがとう。こちらこそありがとう。もともとめっちゃ会えたかな、なんか、めちゃくちゃ会えた。初対戦前655回かかった、めっちゃかかっとむちゃんにボコボコにされた。もちゃん今日何で勝ったからね。結構体調はもう熱はないので大丈夫です。ちょっと勉強嫌いが出るとあの風邪ひくんですよ私。相変わらず会える気配がしません。また時間設定するね。こんばんは、仕事中で対戦できず、またまた、じゃあね、配信とかでも七並べ配信の時とか忖度した人はいると思うけど、結構何気ほとんどの人はガチ、何気にみんなガチだったと思う。もうもガチだけどね。熱があっても食欲は変わらない、その時による。なんかもう無理な時は食べない時もある。こんばんは、むちゃん、こんばんは、こんばんは。むちゃん、こんばんは、こんばんは。なんか黒くなった。一回だけ対戦できて嬉しかった。よかった。ガチで言ってしまった。そう、みんなガチやん。見えない今日。もちゃんの分まで食べてあげる。いやだよ、今日全然食べてないもん、ほんまに。ほんまに全然食べてないもん。ポテトはね、横にあるけどあげないよ。もうだってモモの大切なポテトだもん。三択だから決してあげてないから。だかな、メガネ。大事なポテト。だって今日忙しすぎてクロワッサンしか食べれてないもん。ほんまにね、疲れとるから眼鏡余計見えんくて全然コメントが読めない。今日がミサンガの最初応募です。おう、ぜひぜひミサンガ応募してください。ぜひぜひ
なぜメガネした？コメントが見えなかった。もちゃんがお疲れなの分かる分かる、ごめんね。もかちゃん、家事の合間に来ました。ありがとう。大佐ありがとう、やっと会えた。こちらこそありがとう。リサンがオープンしてる、ありがとう。見えとるよ。頑張ってね、見ようと思ったら見れるけど、結構ここら辺でもぼやけと。ママはタピオカ好きですよ。前はもーちゃん見えてるで。見えてる？この間夢にもーちゃんが出てきてびっくりした。いいな、いいな、なんでいいな、いいね、いいね。私もなんかしたくなって、ミサンが作ってるな。おお、すごい。なんか器用そう。タピオカブームっても終わってる。分からん、どうだろう、今外出れんけ、なんか終わっとるか終わってないか分からん。2月なんかチキンは消費したいな。そうだよね、つらい。プリンとゼリーどっちが好きですか？難しいこと言うな。なんか自分の気に入ってるプリンだったらプリンが好きだけど、なんだろう、ゼリーも好き。お、両方好きかな。その時による、なんかさっぱりしたのが食べたいって思ったらゼリーがいいし。おとといのもちゃんの握手かわいいすでした。ありがとう。さっきまで爆睡してたのにもちゃんの配信始まった途端起きたよ。ありがとう。プリンって凍らせて美味しいの？食べたことない。アイスみたいになるの。プリンは硬い派、柔らかい派。柔らかい派のなんかめっちゃ濃厚なやつが好きかな。コンビニでイチゴタルト売ってたの？めっちゃ美味しそう。濃厚ネットリプリンが好き。わかる。モロゾフのプリン美味しいよ。何それ。なんかあの別のプリン専門店とかのプリンとかさ、食べてみたいけど食べたことない。三脚が見える。そう、七並べの喋り方めっちゃ可愛いな。ありがとう。給食のプリン少し凍ってなかった？凍ってた。めちゃくちゃ美味しい。ちっちゃい三脚のやつ。もうすぐ母の日だけど何か考えてる。いや出かけるからね。なんかもうどうしよう、なんかもう一人で通販使えんよ。だから使えなくて、今まで自分でインターネットでお買い物一人でしたことないから、どうやってなんか何もできんなと思って、普段ならどっかで買ったりするんだけど。こんばんは、初見です。コメント初見です。ありがとう。料理作ってあげるの？いつでも結構普通にモモが作った時あるんよね。でも何？ミサンガあげよう。ミサンガか。何しようかな。一番喜ぶのは多分肩もみマッサージだけどね。得意料理？得意料理か。得意料理は、得意料理はなんかそんな料理しないんだよな。お菓子作りの方がするから、なんだろう、なんだろう、なんだろうな、まあ簡単なやつはなんとなく見たらわかるけど、レシピでそんなうまくないんだよな料理も。肩たたき券を誕生日にあげたのに、
あんまり1回しか使ってないで。もういっぱいあげとるから。まあなんかシガレットクッキーでも作ってあげるよ。母の日は取り上げられるの、父の日は。そうなの？取り上げられないの？父の日って。今日誕生日でしょ、おめでとう。手作りのプレゼントは嬉しいよね。そうだね。ビールとか買えんか。買えんし、ママはねビール飲みません。うちのパパとママはお酒系は苦手なのでね、一切飲んでない。かわいい、ありがとう。パスピー持ってますか？パスピーって何？カード？こんばんは、こんばんは。名前はリッセンモモカだよ。もちゃおにぎりの具何が好きな？もちゃんは明太子と梅が好き。ああ、やっぱバスバージョンなのか。多分持ってると思う、ピンクのやつ。乗るよ、別にバスには。今は乗んないけど、今は全然乗ってない。梅食べれる、好き、梅。さっきね、おちゃんの好きなグミがある。このぶどう味ほんまに美味しいんよね。梅のお菓子とかよく食べる、よく食べる。好き。酸っぱいけど好き。酸っぱいの美味しいじゃん。美味しそう、後で食べる。酸っぱいレベル5だって。この間酸っぱいレベル4食べたんだけど、4よりやっぱ5の方が美味しい。スコンブも食べれるよ。最近全然食べてない。最後に好きだけど、レモン派。レモンも美味しいよね、本当に。呼んだって。梅って言ったからか。カムカムレモン美味しい、美味しい。酸っぱい顔や。アイリとランニング行かなかった。なんで？なんで？最近カキピーね、家にあるけど最近食べてない。クエン酸の罰ゲームして欲しかったの。だからあれ実はもう普通に飲みなかったよね。酸っぱいの得意やからいける気がするけど、いけるかもしれんけど。なんかね、チョコクロワッサン美味しいですね。美味しいよね。ホワイトチョコクロワッサンも好き。今日七並びしたけど、ももちゃんおらんかった。おらんかったか。またおるよ。
消えちゃいましたってなって面白いでしょ。逆にリアクション取れない。でもどうだろう、クエン酸ってかなり酸っぱいからめっちゃ髪が出る。もしかしたらあれかも、酸っぱすぎるかもしれないよ。今愛理ちゃんとママは一緒にいないのでランニングできんよ。酸っぱい話してると確かに言っちゃい返してる前好きだったな。もーちゃん辛いのは得意、辛いのはそんなに得意じゃないけど好きみたいな。愛理ちゃんに香りを伝授してもらう。香りは何でできるよ。愛理ちゃんほどはかなわないけどクエンさんはクエンちゃんってまた可愛いよね、確かに。韓国料理は食べたことないけど、食べたことあるか、なんかあるけど、そんなにちゃんとした韓国料理店で食べたことはなくて、でも食べてみたいと思うのがカンジャンケジャンかなって思う。適当に辛いの美味しいよね、わかる。酸っぱい食べ物って言ったらやっぱなんかレモンとか梅が思いつく。たこ焼き配信からたこ焼き食べたくて食べましたいいね。トッポリはあるかな、食べたこと。ホームパイのリッチチョコ美味しい。そうなんだ鼻の頭すぐに日焼けしそうな感じ。そうだよ、鼻が出とうけ、なんかあの太陽に当たりやすくて、でもいつも日焼け止めとかめちゃくちゃ塗ってるし、ので気をつけたら大丈夫。ハートさん、とうとうありがとうございます。エビフリアさん、オープンありがとうございます。ハートさん、四つ葉のクローバーありがとうございます。エビサムさん、ハートありがとうございます。スケモンさん、バラありがとうございます。ちょっと待って、さん、かわいい、ありがとうございます。コウチキさん、お疲れ、ありがとうございます。つかちさん、音符、ありがとうございます。石高さん、四つ葉のクローバー、ありがとうございます。天理さん、タコ、ありがとうございます。タアさん、さん、ハート、ありがとうございます。ピリリさん、ハートありがとうございます。ルドンさん、ハートありがとうございます。山上さん、アイスありがとうございます。シロウサムルさん、オープンありがとうございます。ターさん、さん、ハートありがとうございます。ドラゴンさん、馬、ありがとうございます。まさくんさん、四つ葉のクローバー、ありがとうございます。ラスカールさん、タコ、ありがとうございます。アマチュアさん、ハート、ありがとうございます。ドラゴンさん、音符、ありがとうございます。ゆうきあきとさん、柏餅、ありがとうございます。ドラゴンさん、音符、ありがとうございます。リッキーさん、馬、ありがとうございます。ポッポアルパン、アルバーンさん、ありがとう、ありがとうございます。キノジーさん、花束ありがとうございます。ありがとう。
った。暑いね、半袖なのに暑い。白餅のポーズも可愛い。ストレート組可愛い、ありがとう。ストレート見える、めちゃめちゃ見える。ここからでも見えるよ。お茶握手会から来ました、ありがとう。高知出身なので応援してます、ありがとう。こんばんは、こんばんは。メガネするとここまで、ここでもコメントが読める。勉強できそうでしょ。メガネかわいい。ありがとう。公演中はコンタクトだよ。公演でメガネかけたら飛んでいくメガネ、誰かにキャッチされちゃうもん。小声で好き、ありがとう。もう小声で好き。サラちゃんがおもちゃの悪気にやっとやるとき、ももきじゃなくてももやきって言ってたなんでや。ももやきって言ってたのね。コンタクトつけるのは怖くないけど、たまに痛いんよね。怖いな MC、 マイク両手かなって思ってるの好き。こうやってなると。もも焼き、そうだね、高知で。顔変わるね、メガネした。そう、今日今メガネした。メガネしてても可愛い、ありがとう。おちくわ、おち握手会も遊びやったね、さてはね。そんな使ってなかったと思うよ、ちょっとだけ、ちょっと。早くしっかり動画見てちょっと会いに行きたいと思いました、ぜひぜひ。めっちゃ真面目そうに見えるのに撮る。テロップヤッホイ、そうヤッホイ。もっちゃんこんばんは、こんばんは。メガネ屋のモデル、いけそう、やった。フちゃん今日自称優等生、そう自称優等生。こんなものが欲しい、ぜひぜひ。すると顔が小さいの目立つ、本当？メガネみんな好き？モモの好きピー？三脚儲かればいいだ。ピー？ピー？スコ？メガネめっちゃ。いやね、かなり選びました。うん、でも自分が好きだなって思う。
ありがとう、みんな好きって。チェックの服かわいいでしょ、スキピー大好きラブ、ありがとうメイクピース頭良さげな一言なんだろう、頭良くないから頭良さそうな人の言う言葉が分からん。本格的なカメラ用サイトくいる思い、本格的どうだろう、あった方が多分安定はするよね。でもね、ももね、めちゃくちゃこれねグラグラするからめっちゃガムテープで押さえと。おうちでみさんが作る場所も決めてる届きますように。メガネ似合うでしょ。おうちに帰るときは船で帰らないよ。なんか多分今はめちゃくちゃ真面目に見られてる高校で、ほんまにもう喋ってないから、あんまり今はないけど、ないけどね。もーちゃんガムテープ好きだからガムテープ好き。フレームの間が金色？フレームの間、あ、これ綺麗、いいでしょ。ほい。34分、ありがとう。ありがとう、教えてくれて。ももちゃん今欲しいもの、遊び道具、視力は 0.1 くらい。今欲しいものは、今欲しいものはおもちゃも欲しいけど服も欲しいです。今日は何のダンス、ないしょカメラ目線？あ、つもりね、持ってるよ。子供のおもちゃ買ってる。子供のおもちゃ。もちゃんおめちゃで忙しそうだから代わりにタキピー食べたから。いや食べるよ私が。ちょっと目の前にあったらさ、グミが食べたくなった。今はファンレターもらえてない。
込めない。待って、ふふふふ、食べた。これはシゲキクスのブドウ味のマックス軽い、酸っぱいやつ食べた。これさ結構硬いからさ飲み込むまでに時間がかかった。今日なんかかけてた方がいい気がする。ニシテキックス食べてない。ぶどう味おいしい、めちゃくちゃ一番好きな味。おいしい。ご飯が食べれなくなるからあんま食べちゃいけない。メガネ外すしぐさドキッとするね。え、そうなん。そうなん。パナップル何味が好き。ブドウじゃなくて間違えた。ブドウも好きだけどチョコかな。それメガネがもちゃから離れたくないって言ってる気がするかもしれない。言ってる言ってる。ご飯はね忙しすぎて食べれんかった。歩いてる風。やっほーやっほー。ピッタ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 ッ。腕の体操。気になるの。まあいっか。またお家でお披露目公演できなくてみたい。そうだね。これは影だよ。ごめんなさい、全然いいよ。照れてる。メガネ似合うの？自分は似合わなくて。でもももメガネあんま似合う方じゃなくて、このメガネだからまだマシというか、細いやつとかやったらほんまに全然似合わん。ほんまに似合うメガネがほとんどない。どこのメガネ？メガネ市場だった気がするけど。こういうでかいやつじゃないと。これが一番まだ似合ってると思う、私がメガネの中で。この間メガネのこれ動画全然合わなくなったから変えようと思ったんだけど、
なんかあんまり似合わなくて、他のはこれよりは これにしたもん。度数上げてもらおうかな、これに。モニカアイス、ありがとう ありがとう。細いのはほんまに似合わない。服装ともメガネ当てていい ありがとう。なんでも似合う？よい子はちゃんとお勉強に集中して、七並べのランキングを見ちゃうかい。なんで見てほしくない？メガネ好き？よかった。むちゃん天使ありがとう。むちゃんのメガネデビューは中学2年生の最初らへんかな。そのメガネもいいの、いいでしょ。最初はママに目が悪くなったって言われなかったら怒られるから でももう目が悪くなりすぎて言った。もう目がなんか多い 嬉しい、ありがとう。怒られたよ。なんか多分なんかコンタクトはね、慣れたよ。なんかね、そのももって早く寝なさいってめっちゃ怒られるタイプで、怒られるんやだから、小学校5年生の時にアニメにすっごく流行ってしまって、自分の中のブームが来てしまって、小学校5年生の時に夜中に暗闇でアニメ見ちゃって、でその時は目悪くなかったんだけど、中学2年生からグンって落ちたから、多分そういうのが原因だと思う。でアニメ見たかったよ アニメ見たかったもん アニメ見たかったの。そう、心配したとは思うんだけど、それでよく部屋に覗き込まれるから、暗くしていつでも寝れる。なの、仕方ないでしょ 今はね、気をつけてます。そう、その時は昔のアニメのあれ、そう、小学校5年生の時にコドチャが好きで、ちょっと前のアニメなんだけど、それが好きで、でもそれ100話ぐらいあるから、アニメ100話全部見なきゃいけなくて、じゃあ昔でもないか、血の子もしてないか部屋チェックするわ 結構ドキドキするパズあるわ、あれで。どうやったらね、子供にバレずにね、部屋まで行けるかって言ったらね、めちゃくちゃ足音立てずに、そーって言って、そーって言って、ドアをね、ゆっくりね、開けられるままに、私は。これでちゃ、ふる、あの、子供のおもちゃよ。なんかリボンのやつかな。うちのママめっちゃ天才だもん、めっちゃ。うちは見つけられる視力はキープしてる コンタクトつけとけ、大丈夫。ドキッとするやつ、ほんまに大変あるわ。めちゃくちゃ耳を聞かせて、アニメも見てるけど、耳で誰かの足音がしないかも確認しながら、アニメ見ることが大事、夜更かしは バレずに夜更かしは、それいうのが大事だと思ってる悪い子。いや、バレてない時も全然あるよ。もうかなり何年間も学習して、どうやって夜更かしをするか大体分かってる
だいたいもうママのレポ、ママの行動は頭の中でもだいたい読み取ってるから。でも今はなんかママがどうしても寝れないって言ってるから、なんか寝たくても寝れんし勉強もできん、あの終わらんから、それは今は許してもらってる。仕方ないっていうか、本当にずっと寝てる、寝ようとしても寝れないし。ショールーム多分見てないから大丈夫。そんなことだけさ頭働かせるのも。なんか昔もも広島に引っ越す前は一軒家に住んでて、それで一軒家に住んでるから、住んでるからに、ももの部屋2階だったからあんまバレんかったけど、今は違うの、近いからママの部屋と。全然大豪大豪邸じゃないよ、めちゃくちゃ普通。大体子供部屋そう2階だね。一人で寝れる？音楽聴きながら寝ることはめちゃくちゃあります。メガネちゃんだ。そう、メガネちゃん。お腹空いた。星ちょうだい。星？星？うん？星？寝るときは真っ暗派ですか？いや、ちょっとだけなんか豆系つけて寝てます。イヤホン、スピーカーとか普通に流しとる、何もつけずに。今日の夜ご飯はハンバーグでございます。ももかね、たくさん食べて大きくなってありがとう。いいでしょ、トイビフライもあるよ。タコが欲しい今。あえてアイリちゃんに合わせて酢豚かと。アイリちゃん今日酢豚なの？もう酢豚マジで食べれない。この間食べてみたけど無理だった。無理だと思って。いいでしょう。草むランチめちゃめちゃ好きな子でした。アイちゃん泣いちゃうのなんで。だって酢豚苦手なんだもん。酢豚、うん、無理。あの酢が、酢のあの感じが無理。お子様ランチはよくあのおもちゃがついてるしプリンとかがついてるからめちゃくちゃ好きだった。別にお酢が苦手ってわけじゃないんだよな。別に酢飯とかは好きだし、あのお寿司の下の。だから21時からお姉ちゃんゲーム配信な。じゃあちょうどももが終わってからね。ところてん好き。みさんがギリギリで応募するわ。よろしくね。酸っぱいのは好きでもそれは違うんだね。そう、なんでだろうね。あんま得意じゃないかもしれない。こんばんは、こんばんは。眠れる音楽？バラードじゃない？やっぱりバラードが好きです、私は。寝る時とかにはよくししゃもさんとかのバラードを聞いて得
か寝ております。バラード系もあるから。おーちゃんの子守歌で眠りたい。まの子夜の歌を歌って適当よ。アーティスト聞くとテンション上がっちゃう。寝れんかもね、確かに。なんだろう、もう、寝よう寝ようと思わないことかな、物的には。早く寝るの。メガネ似合っとる、ありがとう。もーちゃんの配信終わった後のまともな行動気になる。何するんだろう、みんな。ちゃんと聞いてたら好きだして、眠れなくなりそう。眠れないときは YouTube で昔のおもちゃの配信見る。恥ずかしい。50散歩 OK。 伊達メガネじゃないよ。シャモも好きだし、結構バンドさんの動画というか音楽は結構見るかな。でもね、最近昔はもっとね、いろいろ見てたんだけど、今はそんなに見る時間もないし、なんだろう、別に聞きたい時に寝るぐらい。あのアクスカイ動画をリピートさせて寝ようかな。ぜひぜひ。最近かがうとほしいんやけど。もう香るん。昨晩は緊急地震速報で、あー起きたんか、大変やんね。妹さんかわいいよ。いつも寝落ちしそうになりながら布団に飛び込みます。なので一緒に寝てしまう。いいな、羨まっていい。僕らの進化周到を聞きながら寝落ちしてるよ、ありがとう。今日は21番ちゃんの動画見る。めっちゃ香るん。もうね、顔マジ嫌いなんよ。ももって虫に弱いからね、たまにめちゃくちゃ腫れるんよ。だからほんまにもう全体が赤くなって腫れるから嫌なんよ、顔とか虫は。アラマのコメントすごいな。 何がアラマなの。アラマどうした、どうしたんだ、そんな驚いてるの。 G 好きじゃないし。好きじゃない。コーチも超いいよ。こんばんは、こんばんは。さっきまでアラマって書いとったのに。55分ありがとう。ちょっと待ってね。ハッシーさん、ハートありがとうございます。つかちさん、バラありがとうございます。よっちゃんさん、くもちゃんありがとうございます。読めないよ、ごめんね。もかちゃん、英語の呼び方が分かっています。ごめんなさいね。ハートありがとうございます。サンクリオタさん、かわいい、ありがとうございます。タロイモさん、花束ありがとうございます。リッキーさん、ハートありがとうございます。ルドンさん、音符ありがとうございます。ドラガンさん、ハートありがとうございます。よっちゃんさん、くもちゃんありがとうございます。てくんさん、だるまありがとうございます。おすすんじゅさん、かわいい、ありがとうございます。読み方もありがとうございます。ドラガンさん、コバありがとうございます。ブラッドリーさん、これは四つ葉のクローバーありがとうございます。タルサンさん、馬ありがとうございます。梅蔵さん、かわいい、ありがとうございます。キノジーさん、花束ありがとうございます。ここは読んでる気がするぞ。ではランキングに参ります。13位の13、ありがとうございます。12位の闇落ちした熊の軍隊ピピピピピさん、ありがとうございます。
11位のふみさん、ありがとうございます。10位のザキさん、ありがとうございます。9位の石高さん、ありがとうございます。体調良くなってよかった、ありがとう。8位のトライモさん、ありがとうございます。7位のブラトリーダイヤモンモさん、ありがとうございます。6位の天気さん、ありがとうございます。5位の本当にごめんなさい、読み方を教えてくださいよかったら。5位の、うん、ごめんね、ありがとうございます。5位、ごめんね、読み方ごめん、本当に私分からなくて、せめて英語でとこう。KEVPH、 ありがとうございます。4位のターさんさん、ありがとうございます。3位のまさくんさん、ありがとうございます。2位の山壁さん、ありがとうございます。1位のひでくんさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。拍手が大好きでよく来る、ありがとう。読み方が分からなかった、ごめんね、ありがとう、ありがとう。そろそろかな、ありがとう。おやすみ、今日も可愛かったよ、ありがとう、ありがとう。おやすみなさい、あと1分、おやすみ、いい夢見てね、七並べに嬉しい、おやすみ、また明日会おうね、バイバイ、おやすみ、だねー。おやすみー。もちゃんしか、ありがとう。おやすみなさい、あと10秒、おやすみ、いい夢見てね、いつもありがとう。